サービス。時は未来、ところは宇宙、光すら歪む果てしなき宇宙へ、愛機アルファロメオを狩るこの二人、銀河系最大の科学者であり冒険家、京子とケンジ。だが人は彼らを食い逃げカップルと呼ぶ。子供に金あるくらいなら食い逃げなんかしなくたっていいのにな。だからそこが舐めてるって言うんだよ。奴ら遊び感覚なんだ。バカにしやがって。あ、奥さん絵うまい。あ、ちょっと僕のも描いてみてくれる？おかしいな、そろそろなんだけどな。私たちのこと気づいてないんじゃないの？あ、もしもし。あのですね、さっきカップルいましたよね。あれ本当は食い逃げですよ。え、俺？いや俺はその男の方って言ったら信じないでしょ。じゃあまあそういうことなんで。
べな。ほら、ほら、食べていいよ。カップルだもんね。想像してた。